エレフテリオス・ベニゼロス。エレフテリオス・ベニゼロス。1864年8月23日1936年3月18日はギリシャの政治家。20世紀前半のギリシャを代表する政治家の一人で9期12年にわたって断続的に長期間首相を務めた。ベニゼロスはヨーロッパの政治の舞台で活躍した数少ないギリシャ人政治家であり。 イギリスの外交官、ハロルド・ニコルソンは、ベニゼロスと、レニンだけがヨーロッパにおける偉大な政治家であると、評した。また、ギリシャが、バルカン半島の政治における主導的勢力となったのも、ベニゼロスの手腕によるところが大きい。1864年、当時、オスマン帝国領クレタ島のハニアで、雑貨省の父、キリアコス、母スティリアニの5番目の子として生まれた。 1866年から1872年にかけてギリシャ領のシロス島で暮らしたが、この時期にギリシャ国籍を取得したと言われる。ベニゼロスはアテネとシロス島のギムナジウムで学んだ後、父の意向に従ってクレタ島に戻り商売の修行を積んだが、父、キリアコスの友人でギリシャのザイクレタ総領事であり、ゲオルギオスコマラスの編集、発行も行い、 クレタ島の人々がまず団結して平和的状況を作りその後にギリシャへ逃亡すべきといた。1889年にベニゼロスはクレタ議会の議員に選出された。ベニゼロスはクレタ島をギリシャに逃亡するにはあまりにもギリシャ軍の近代化が進んでいないため、まだその時期にあらず、ヨーロッパ列強の助言を受けた上でチャンスをつかんでうまく行動すれば、 クレタ島はギリシャに統合されると考えていた。ただ、これはクレタ島の統合に慎重なわけではなく1896年に発生したクレタ放棄の際にベニゼロスは指導者の一員として参加していた。ただし、この放棄でクレタ島が即ギリシャに統合されるという夢物語は考えておらず、あくまでもこの放棄を外交的に利用できると見抜いてのものであった。現に、 ヨーロッパ列強がクレタ法規参加者が掲げていたギリシャの国旗に砲撃を加えた時同じキリスト教を信仰する者がイスラムからの解放を目指すキリスト教徒を攻撃したとして欧米に大きな劇を与えたその結果クレタ島のギリシャ聖教徒らは交渉相手として認められベニゼロスも交渉団の一員として参加したがこれは1897年4月に 企度戦争が発生すると打ち切られた。クレタ島に帰った後、1897年に起こったオスマン帝国に対する反乱運動に参加した。この結果クレタ島への自治付与に帰結すると、クレタ島にはギリシャ王国のゲオルギオス王子が総督に任命さ、ベニゼロスはその下で、クレタ島高等弁務官の参事官として働いた。しかし、 ゲオールギオス王子の統治は昇進よくよくに見えたことから、ベニゼロスはエノシスを呼びかけ、臨時国民議会を招集。その結果、ゲオールギオスは総督を辞任し、元首相のアレクサンドロスザイミスが公認となった。ベニゼロスはこの時、クレタ島統合のための政府主犯に任命され、1908年10月、オーストリアイコール、ハンガリー帝国が、 ボスニアイコールヘルツゴビナを併合すると、クレタ島議会は、エノシツを、宣言、5人からなる、統治委員会、5人委員会が結成され、ギリシャ国王ゲオルギオス一世の名のもとに統治を開始した。1909年に、ギリシャ王国で軍の将校によるクーデターが起こると、クレタ島における政治手腕を買ったギリシャ政府により招かれ、アテネに向かった。 総選挙の実施を主張した彼の提案は受け入れられ、1910年8月8日と11月28日の2度にわたって総選挙が実施された。8月の選挙ではベニゼロスは立候補しなかったが、首相に任命された。しかし、この選挙では多数派を占めることができなかったため、辞任、再度行われた11月の選挙には立候補し、362議席中。 300議席を占めたベニゼロス派はベニゼロスを再び首相に任命した。首相の座についたベニゼロスはまず、コンスタンティノス皇太子を陸軍に戻し、先のクーデターで抵抗した将校らを釈放、先のクーデターとは関わりがないことを示し、1911年には憲法を修正、教育改革、土地改革のための法整備、公務員の契約は公開試験で行うことなどを、 決定、さらに商工の立候補の禁止、教育の義務化と無料化、そして議員における議決定則数を今までの2分の1から3分の1に変更した。さらには恩恵的に社会改革を進めたが、これは当時ギリシャで進んでいた工業化の下で増えつつあった労働者らがベニロスを強く支持する基盤となった。 これらの勢力的な活動が行われた結果、慢性的な赤字に苦しんでいた財政も黒字に転換。これらの資金を用いた上で、ベニゼロスは陸海軍大臣を兼ねることで軍隊の整備をも行い、フランス陸軍とイギリス海軍がこれを補佐、再軍備が進められた。1912年3月に選挙が行われると、 議員定数181に対してベニゼロス派は146を占めたが、オスマン帝国内で発生した政情不安のために、マケドニアをめぐって、セルビア、ブルガリア、モンテネグロが暗躍、マケドニアを回復されざる土地としていた。ギリシャもこれに加わろうとしたが、オスマン帝国各地に散らばって生活するギリシャ人がいたため、ベニゼロスは悩まされることになった。そのため、ベニゼロスは、 ブルガリア、セルビアと交渉を行い、後の1913年6月には、セルビアとの間に条約が結ばれ、一方で、セルビア、ブルガリアの間でも交渉が持たれた。このため、マケドニアをめぐっては、列強諸国が強く干渉していたが、ギリシャ、セルビア、ブルガリアはこれを、無視、1912年10月18日、モンテネグロが提案していた、 オスマン帝国攻撃に同調し、これらバルカン連合諸国とオスマン帝国との間に、第一次バルカン戦争が勃発した。この戦争で、ブルガリアも狙っていたテスサロニキを、ギリシャ軍は素早く占領、また、エーゲ海での戦いも、有利に進めヒオス島、ミティリニ島、サモス島を占領、さらには、イピルスの主要都市ヨアニンニナの占領にも成功した。 この第一次バルカン戦争は、バルカン諸国の勝利に終わり、1913年5月30日に結ばれたロンドン条約においてギリシャはこれらの域を、手中に収めた。そして次に勃発した第二次バルカン戦争でもギリシャは、勝利を収め、クレタ島の統治権を手中に収めたが、デデアーチ、後のアレクサンドル・ポリト・キタイピルス地方を手に、入れことはできなかった。 この両戦争の間、ギリシャの領土獲得は戦争以前の7割増しであり、人口も280万人から480万人となっていた。ベニゼロスが発揮したリーダーシップはギリシャを地中海の重要な勢力となしてり、メガリーデア実現は決して夢物語ではないと考えられていた。しかし、第一次世界大戦前夜、国王コンスタンデの水一との間には、 確執が生じつつあった。第一次世界大戦勃発時、ドイツ帝国皇帝ウィルヘルム2世の妹をめとり、ドイツ帝国とオーストリアイコールハンガリー帝国の軍事力を信じていたコンスタンディノス一世とイギリス、フランスに敬意を払っていたベニゼロスとの間には確執が徐々に生じていた。戦争が勃発するとベニゼロスは 連合側に参加して戦うべきと考え、イギリス外相、エドワード・グレイに申し出ていた。その一方で、中央同盟側に参加したいが、イギリス海軍の前に、ギリシャが無力であることをよく知っていた、コンスタンディノス一世はあくまでも中を維持すべきと主張していた。1914年11月、オスマン帝国が参加すると、 ブルガリアを参戦させたくなかったイギリスは1915年1月にカバラ、ドラマ、セレスをブルガリア以上、その代わりに北部イピルス地方とコアジア沿岸地域の重要な地域をギリシャに移譲するという曖昧な提案を行った。ベニゼロスは英フッツ軍のテッサロニキ上陸トルーマニアの参戦とブルガリアの強を連合軍に求めた上でこれに従うべきであるとしたが、 国王と軍の相談役は、この約束が確実ではないということで渋っていた。そして、ロシアの抗議とルーマニアが行動を起こす気がないことで、ベゼロスは、要求を取り下げが参戦することを諦めることはなかった。2月になると、ダーダネルス海峡において、ガリポリの戦いが勃発するとベニセロスはこれに参加することを強く説いたため、コンスタンディノス一世は、参加を一度は認めたが、 軍参謀岩に住めたくさすがこれに抗議して、辞任すると参加を拒否したため、国王の方針変更に直面したベニゼロスは1915年3月6日、首相を辞任した。1915年6月に選挙が行われると、ベニゼロス派が議会の大勢を占めたため、ベニゼロスは職務に復帰した。ベニゼロスはセルビア、よびブルガリアに互いに譲歩するように説得したが、 国王、コンスタンディノスがドイツに対してギリシャが中立を保持することを保証したと考えられていたことや連合国がセルビア、ギリシャにブルガリアへ情報するよう圧力を強めていたことからブニゼロスの説得は失敗に終わった。9月にブルガリアが総動員を仕掛けるとギリシャも総動員を行うように国王に要求したが国王は拒否した。これに対しベニゼロスは 自職をほのめかすしたため、国王もしぶしぶ同意したが、攻撃を仕掛ける気は、妄頭なかった。しかし、ベニゼロスはギリシャに、セルビア救援義務があるとして、イギリス、フランスを招いた上で、さらに国王の承認を得た上でテッサロニキに軍を派遣したが、10月に、ブルガリアが参戦しても国王は攻撃することを、認めず、さらには、エフッツ軍がテッサロニキに上陸すると、 ベニゼロスを罷免した。12月に選挙が行われたが、ベニゼロスは国王の憲法上の権利乱用を非難して選挙を放棄した。そのため、ベニゼロス派は前回の選挙の4分の1しか票を得ることができなかった。一方、競商国と国王の率いる政府との関係も悪化し始め、1915年10月にテッサロニキに競商国が兵を置いてもギリシャは、 中立、翌年一月にコルフ島を占領しても中立のままであった。そしてセルビア軍の抗軍を拒み、ブルガリア軍へマケドニアのルペルを引き渡したことで、さらに関係は悪化した。八月、テッサロニキにおいてベニゼロスを支持していた陸軍将校らがクーデターを起こした。これには競商国派組織、エスニキアミナ、民族防衛の後ろ盾があり。 ベニゼロスはここに臨時政府を設立、ギリシャは事実上分裂した。協商国はこの行為を歓迎はしたが、公認はせずに国王の方への圧力を高めていく手法を取った。12月にイギリス・フランス領軍はピレウス、アテネへ上陸、さらに圧力を高めた上で、ベニゼロス率いる臨時政府を承認、国王を率いる政府に対して賠償金を求めた。 そして6月国王コンスタンデの彗星に対して立憲君主としての権利侵害に対して国外退去を求めた。国王コンスタンデの彗星はこれに応じて国外へ退去、その後をアレクサンドロスが継いだ。この出来事で分裂状態であった表面上はギリシャは統一され、ベニゼロスが再び首相に就任したが国王に忠誠を誓っていた南ルメディアや ペロポネソスではベニゼロス派が粛清されるなど議アは、未だ分裂したままであった。ベニゼロスは国会を再召集、1915年6月の議席数が正しいものであり、ベニゼロス派が放棄した12月の選挙は無効であると主張、このため新たに招集された議会はベニゼロスに大量の信任票を投じた。首相に就任したベニゼロスは国王派の追放、 解雇を行い、その手は軍部にまで及んだ。ベニゼロスは1918年9月、マケドニア戦線において協商国の構成が始まると、これに軍を参加させ、戦火を受けた。この戦いで、西部戦線の崩壊が始まり、11月11日休戦となった。ベニゼロスは、パリ講和会議にギリシャ代表団長として参加。 共商国に協力してきたことを盛んにアピールした。そして、スミルナの要求を行い、コンスタンティノープルの国際管理に賛成、そして、東西テッサリア地方までを要求した。さらに、ドデカネス諸島、及び、イピルス北部の領土的主張も言った。1919年5月15日、ギリシャ軍は、イタリアの文献隊がスミルナに向かったことを理由に、イギリス、 フランス、アメリカの承認の下、スミルナを占領、ギリシャ人をトルコ軍からの報復から守ることをよしに駐屯した。1920年8月、ギリシャ、オスマン帝国間で、セーブル条約が結ばれた。この条約では、スミルナの管理権が5年継続され、その後、国際連盟管理下で住民による投票が行われ、この地域の帰属が決定されることが明記された。 ベニゼロスは、スミルナに昭アジアのギリシャ人を集めれば将来、住民投票に勝てるという確信を持って、これを迎えた。しかし条約調印2ヶ月後、国王アレクサンドロス2世が休止するとその雲行きは、怪しくなった。1920年11月の選挙では、元国王、コンスタンディノスとベニゼロスの対立が表面化し、反ベニゼロス派が、 元国王支持を行ったことでベニゼロス派は大敗、ベニゼロス自身も落選するという浮き目となった。選挙に勝利した元国王派は、イギリス、フランス、イタリアの反対があったにもかかわらず国民投票を行い、国王の復帰を決定、コンスタンディノスは再び王位につき、ベニゼロス派は粛清された。選挙運動中、国王派は、ベニゼロスの拡大主義に反対を主張してきたが、 いざ国政を握ると、ベニゼロスの後を継いで、拡大主義を続けることは、明白となった。しかし、ムスタファケマル率いるトルコの前に、ギリシャ軍は惨敗、スミルナも陥落し、メガリーデアは終わりを告げた。小アジアにおける、ギリシャ軍は撃破され、小アジアに暮らしていた、ギリシャ人らは、難民とカシエーゲ海の島々やギリシャ本土へ、逃亡した。その中、 ベニゼロス派の陸軍少佐、ニコラオスプラスティラス大佐を中心とするグループが権力を掌握することに成功した。この出来事のために国王、コンスタンディノスは退位し、長男ゲオールギオスが即位し、文民政府が一応立てられたが結局、権力は革命委員会が握っていた。そしてギリシャ国内では敗北の混乱からスケープゴートを選ばざるを得なかった。このため、 小アジアの司令官、ハジアネスティス将軍をはじめとして8人の政治家、兵士らが軍事法廷で裁かれ、6名が銃殺刑を宣告された。しかし、この裁判はベニゼロス派と、その対立者との溝を広げるばかりであった。そして1924年4月、ベニゼロス派は対立の深まる、国王派との対決に決着をつけるべく、国民投票を行い、王政を廃止、 共和国か、ギリシャ代に共和制されることが決定されたが、この結果をもってしても国王派とベニゼロス派との対決が止むことはなく、戦艦期を通じて対立は続く。首相に復帰したベニゼロスは新たにローザンヌで開かれた講和会議で、ギリシャの立場を主張、外交手腕を発揮しようと努力していた。が、セーブル条約で得た領土の多くの放棄と、 ギリシャ・トルコ間の敵対関係を緩和するためにギリシャ・トルコ間での住民交換を行うことがローザンヌ条約として決定された。この住民交換でギリシャ本土へ移動した難民たちはベニゼロスの支持者となった。1929年世界恐慌が始まるとギリシャにもその影響が及び1930年、1931年と財政危機を起こした。そのために 翌年、ベニゼロスは、イギリス、フランス、イタリアを訪問して、融資を申し込んだ。すでに国家予算の43%が、対外責務によって占められているギリシャに対して、融資する国はなかった。そして翌年、金本位制から離脱すると4月には、責務不履行となり、ギリシャ国内に、経済危機を発生するに至った。ベニゼロスは、 近代的ブルジョア社会に変貌させることを目指していたが、この出来事により、ベニゼロスを支持していた、企業からは離反して行った。さらに反ベニゼロス派はこの経済危機の発生により、活動を再開、ベニゼロスと対立する、人民党党首、パナヨティス・ツアルダリスはベニゼロスを批判、さらに反ベニゼロス派による、中小キャンペーンまでが行われた。 1933年3月、選挙が行われると人民党が勝利した。そのためプラスティラスは、反ベニゼロス派による粛清を恐れ、クーデターを再び起こそうとしたがこれに失敗。そのため6月、会食を終えたベニゼロスを教団が襲った。幸いベニゼロスは無傷であったが、随行員1名が死亡、運転手と妻が負傷した。この事件は、人民党の関与が疑われた。 1935年3月には再びクーデターが試みられ、これにはベニゼロスも関係していたが失敗に終わり、ベニゼロスはパリに亡命した。ベニゼロス亡命後もギリシャ国内ではベニゼロス派と王政復古派との争いは続いた。1935年10月には王政復古が議会で宣言され、選挙によって王政復古が決定された。ゲオルギオス二世は帰国し、 ベニゼロスを含めたベニゼロス派の恩赦を決定した。そして、ベニゼロスはギリシャが団結するために国王と協力するべきであることを提言している。恩赦を得たベニゼロスは、クレタ島へ戻ることを熱望した。しかし、ギリシャ国内ではまだ混乱が続いており、ベニゼロスの帰国によりさらに拍車がかかることが想像された。一方で、ベニゼロスはドイツで、 ナチスが政権を奪取したことで大規模な戦争が起こることを懸念しており、そのためにもギリシャ国内の団結を望んでいた。結局、彼の望みは叶わず1936年3月18日、パリに手没した。死去後、ベニゼロスの亡骸はアテネへ運ばれることを拒否され、結局、ベニゼロスの政治的原点である、クレタ島のアクロギリにそされた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。